26명 순위를 보겠습니다. 모라이타이 데스. 호시 데스 요새. 보석을 받게 되는 사람은? 정말 びっくりしました. 今回の評価はボーカル評価です。グリーンカラーはボーカル。僕が歌で一番大切に考えることは自分の実際の話のように歌うことです。歌詞の内容について心で深く感じて、それを話すように歌うべきです。 ダンスが悪くなっていたので、もっといいパフォーマンスを見せれるように頑張りたいと思います。でもすごい不安だけど、たくさん練習してきたので、それを発揮したいです。頑張ってください。はい。じゃあ始めましょう。お願いします。 最初に参加者は桃香さん。桃香さん。平井桃香です。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。会えて嬉しいです。こんにちは。平井桃香から来ました。チャールプタカムニダ。 韓国語話せますか？自分で独学で勉強しました。結構韓国ドラマもバラエティも最近は字幕なしで見ています。驚きました。 Please be my baby, please be my baby, 爆発しそう君を。 君という人の魅力は引き立てますけど、基本がとてもできてないから、レッパイじゃあね。少し真似するのならできる。私も本当はラップとかしたいけど。 まだ全然分かんなかったので、もし今回選んでいただけたらラップを練習したいなって思って。君の態度と情熱、真心が感じられてチャンスをあげたいです。2PM イノレルトコトラワを練習してきました。それを選んだ理由は、一番私の声に合ってたというか、歌いやすい音程で、あとは少しラップも入ってて、私に一番ぴったりかなと思ったから。私は 他の方々よりも実力、歌とかダンスの実力がまだまだだけど、たくさん練習します。
じまじがに地な笛やけだけどえおそう祈れとことらは祈れとことらは祈れとことらはおじえいてむぐわいてんじブーストップネゲトラはブーストップネゲトラはネゲの花ラヌがアイゴイチャナチャムタンゴアラマジャニガナルトナジャマジャクリウミチャラカンジャイチャオライチャナの花バケモラクドアンウェイマルモテネジモラミヤネクリゴサナイクリゴサナイありがとうございました지영 예선 때 노래 너무 못해서 제가 랩 시켰었죠. 그랬던 사람이 이 정도로 노래하는 거면 정말 잘하는 거예요. 정말 잘하는 거예요. 나쁜 습관이 하나도 없어요. 와로이 쿠세가 젠젠 나이더스. 소시테 歌う時の声と話す時の声が同じです。노래 연습하는 거 재밌어요? 最初はとても不安だったけど 少しずつ声が出るようになって楽しくなりました。노래소질이많아요진짜열심히연습하면노래굉장히잘부를수있어요열심히해요ありがとうございましたお疲れ様でしたありがとうございました私はその正直自分にすごく自信がなかったのでそのことをその可能性があるって言っていただいたのはすごくびっくりしたしでもすごく嬉しかったのでその可能性を超えていけるように頑張りたいと思いました次はミウさんはい、はい、次はミウさんはい、はい、こんにちは17歳桜井ミウですよろしくお願いします、はい JYP Production. Goodbye, baby, goodbye. 죽어부서재미있었다고생각해그또학세가기혼가되기때문에나이です네でも리즘감가本当にいいです오히려따라수근높이를가능성이高いと思います今回の参加している人の中でダンスのレベルとか経験とかスキルとかはもう一番下だと思ってきたので、まあ、頑張ろうって気持ちもあったしポジティブにいったけどちょっとはその16등까지입니다あーってなりましたやっぱり。選んだ曲はクラリスさんのコネクトという曲を選びました。もらえなかった人の中で一番いい順位じゃないですか。だから一番希望があるな自分と思って頑張ろうってすぐなりましたその時は。歌詞がすごく今の自分の状況に合ってるなと歌いながら思ってその頑張るぞっていう歌詞なのでそういう気持ちを伝えられたらいいなと思います
どんなところを集中的に練習しましたか？はい、予選の時に歌の経験がないからその発声の仕方とか呼吸の仕方がうまくないとか知らないって指摘をいただいたので、いろいろネットで発声の仕方を調べてやってみたり、実際の歌手の人が呼吸をしている場所を歌詞を書いてこう印をつけてやってみたりしました。うん、頑張って。私が先行で入って後から BGM だったんです。先に歌い出されるということですよね。かじゃあどのサインで入ればいいですか？どのタイミングで？か、交わした、交わしたや、交わしたや、約束できます。難しい。ちょっと待って、はい、練習しましょう。はい、交わした約束、くくん忘れない夢、目閉じ確かめる。じゃあ、こんな風に。はい、はい、근데다지금충격받은게절대음감이있어요わかりません。わ、모르겠어요。아니지금그냥불렀는데키랑맞잖아。はい。驚きました。本当にたくさん練習したから後悔がないように頑張ります。交わした約束忘れないよ、目を閉じ確かめる、押し寄せた闇振り払って進むよ。いつになったらなくした未来を私ここでまた見ることできるの。止めどなく刻まれた時は今始まり告げ、変わらない思いを乗せ閉ざされた扉開けよう。目覚めた心は走り出した、未来を描くため難しい道で立ち止まっても、空は아직노래가많이불안해요。근데난지금무슨기적을본것같아。지난번이랑같은사람이라는게믿어지지가않아요지금。아니발성도몰랐고숨쉬는방법도몰랐었거든요지난번에。근데갑자기이렇게다이거를몇달만에어느정도해가지고온게믿어지지가않아요。ありがとうございます。이노래가사주인공같이보여요。노래할때표정이나목소리나이모든게이노래이야기실제주인공같이보여요。아진짜놀랍네。ありがとうございます。기대가됐어요。기대가됐어요。ありがとうございます。お疲れ様でした。スターが된다는게노래실력춤실력만으로되는게아니거든요。정말또하나굉장히중요한포인트는학습능력이에요。그러니까재능과학습능력은다른거예요。센스가좋아서무슨말을하는지빨리캐치하고그거를악착같이연습해서이루어내는아이들，이런아이들보고이제우리가학습능력이높다고하거든요。그래서학습능력도
굉장히 중요한 관점 중에 하나입니다. 미상. 네. 지적할 게 없어요. 아마추어 레벨 같지 않았어요, 지금. ボーカルのテストをする前にすごい緊張していて、私の今回する歌が雪の花っていう曲なんですけど、伸びた影を歩道に並べ、私がこの歌を初め聞いた時に、この歌詞を理解することやこの感情を理解することがとても難しかったんですけど、もともとなんか表現をするのが少し上手い方ではなくて、でもそれを克服するためにいろんな動画を見て表情や感情を勉強したんですけど、自分がうまくできるか自分が練習してきたことを発揮できるか、そういう緊張の気持ちもありました。始めましょう。너무 잘해서 듣고 싶어서 끝까지 부르겠어요. 너무 잘해서 듣고 싶어서 끝까지 부르겠어요. 거의 됐어. 14살인 게 믿어지지가 않아요. 14살인 게 너무 신기해. 아, 노래할 때 목소리가 진짜 좋아요. 감사합니다. 혼돈이 쓴다마스. ありがとうございます。
本当に14歳には見えない声質は こんな子が世の中にいるんだっていう圧倒されました。なんか自分に持てないところをいっぱい持ってる参加者やなと思って、そこからいろいろ学べたらなと思いました。